はい、どうもエアコン屋のデラ君です。今日は食洗機のおすすめということで、個人的もう主観バリバリ入りまくりのおすすめ食洗機ですね。これしかもただの食洗機じゃなくてビルトインのね、食洗機、引き出しの中にベーッと入ってるタイプね。あの上にゴーンと置くタイプじゃなくて、引き出しゴーンと引けるタイプのね、キッチンと一体化しているビルトイン食洗機のおすすめ、ベスト3なんで3位からいきますか。陣内さんの食洗機で型式もポーンと出しておきますけど、皆さんが思ってるこう扉をベーって引くタイプの物をこう入れていくタイプの食洗機とね、ちょっとねイメージ違うと思います。俺もねそれがびっくりして今回これ3位に選んだんですけど、扉をねガッと引いてもうね、棚がねもう2段にこうバンと出てくるタイプで、そこにこう乗せてって下にも入れてってバツンと閉めると、そういうタイプかなっていう、まずね2段カゴのタイプになってるんですよ。これねまあ珍しいなって思って、よくねあのつける、まあ、食洗機いっぱいつけた中でまあ大体がこういうタイプですよ。でこういう風にこう入れていくタイプね、中にどんどんね、でバツンと閉めるタイプなんだけど、こう開いてこう2段カゴになっててね、いっぱい入れれて閉めるタイプね。うん、やっぱねいっぱい入る、2段だもんだってカゴがね、純粋にこう引いて中に入れていくタイプだったらやっぱりこう1段分だよね、使えるのって。こう開いて2段になってるから容量はめちゃめちゃ入るんで、6人分ぐらいまでは入ると思います。あれはでも逆にすごい大きかったり深かったりするものは入らないんで、うん、それはもうあとお家のねニーズに合わせて選んでください。これ節水もついてるんでね、かなりいいと思いました。棚ここの部分をボコーンと外してここに食洗機を入れたいです。必ずつくわけじゃないので、絶対ネットで買っちゃったりせずに一回業者さん呼んで見てもらわないとダメです。あとは自分のハウスメーカーさんに聞いてみるとかね、それは必ずやってください。これねちょっと昔の過去動画でねペコッとこれに出てくるといいんですけど、これってネットで買っていいの丸×みたいなね動画ね一回やったんですけど、このビルトイン食洗機に関してはやめた方がいいと思います。マジで絶対これに関しては一回設置判定をねしてもらってから自分で選んでくださいね。でその中でもおすすめ、まず2位のねこの三菱の EW-45R2S ミドルタイプっていうものなんですけど、まあオーソドックスなタイプです。ガザンと引くと中に棚があって入れておけますと、うん、で三菱さんのいいところは洗うまず能力がもう超強い、ターボ噴射って名前を自分でつけてるぐらいすごい水流で汚れとか本当に落ちるんですよ。カレーとかハンバーグのあの液っていうかソースとかね、うん、ああいうのついててもうがっつり落ちる。マヨネーズとかでも全然落ちる。あとね音もね静かなんですよ。うちで回すときって大体寝る前にね、みんな夜ご飯食べ終わってガチャガチャって全部入れて寝る前に、あと下でピーッとスイッチ入れて寝るんですけど、まあ年々音がねちょっとうるさくなってきて、お聞こえるなやっぱね、寝れない夜とかはねすごく気になるぐらいのね音になってきたりもするんですけど、この三菱さんのものに関してはすごく音が静かなので、音に関してすごく気になる方はもう1位でもいいのかなと思うぐらいいい商品になってます。金額も全然高すぎず安すぎず、これだけちょっとデメリット、まあ、あって工事がねめんどいです。この三菱のこの機械、工事をする業者さんのことを考えられた作りにはあまりなってないかなって正直ここだけの話思います。なのでこれをつけたいですって業者さんに頼んだ時に、他のものよりちょっと工事代が高かったりすることがあるんじゃないかなってね、ここだけの話ですね思います。じゃあ次、栄えある第1位ですね、パナソニックさん NP-45MDQS、 しかもカッコそれのディープタイプってやつね。でこれ何が違うかっていうと、引き出しをガンって開けた時のその深さですね。もう鍋とかもうそのまま入るっすよ本当に。鍋はねさすがにうちについてる食洗機とかは入れれないんですよ。省エネかつ深型大容量、6人分ぐらいも一気に洗えて 99% の除菌もできて、もうね悪いところがねほぼない深型なんで、まな板とかもストーンとそのまま入るんですけど、これ食洗機これぶっ込んだらもう 99% 除菌ですよ。もうそれだけ、もう次使うときはもう出して使うだけ。まあ唯一のデメリットはね高いっす。今まで紹介した2位3位のものとはもう全然レベルがちょっと違うぐらいの
これを超える食洗機はないんじゃないかなと思う。それこそもう業務用になってくるんじゃないですか。もうね、一般家庭での食洗機ではもう不動の地位ぐらいのねレベルで素晴らしい商品なので、自分のお家にもうあった、自分があと何を優先してね機能として欲しいのか、そういうのをいろんなメーカーさんのパンフレット見てみてね、勉強してみてくださいということで紹介させていただきました。はい、一応ねその内容がねちょっと詳しく書いてあるようなブログの方もね別でホームページの方で載せてますんで、そのブログの、ね、URL もちょっと貼っとこうかな、今回はね概要欄の方に貼っときますんで、ぜひ見てみてください。はい、ということでエアコン屋のデラ君でした。バイバイ。